2位は、中国のジュラキの地層から発見されている、スカンソリオプテリクス類の恐竜の属の一つ。1、1、1種のみで知られる。小型で、おそらく樹上生活者だった。他のスカンソリオプテリクス類のように、非常に長い第三子を持っていたが、他の親戚と異なり、それは滑空するための翼膜の指示器として機能したと思われる。 このユニークな特徴からコウモリに例えられるが、羽ばたき運動はできなかった可能性が高い。模式標本の個体の人とのサイズ比較位は、ホロタイプである一つの部分骨格のみによって知られる。それは、現在のところ山東天宇博物館のコレクションとなっている。その化石は押しつぶされた形で石板と、その鋳型によって視認できる。それはかなり保存状態が良く、頭骨、 科学骨、頸骨、肋骨を保存しているが、背骨の大部分、骨盤、尾は失われている。胃は小型動物で、体重は3 8 0ムと推定される。他のスカンソリオプテリクス類のように、頭は短く興奮は丸みを帯びている。科学は下方に沿っている。わずかな歯が顎の先端にのみ残っている。片側4本の上顎歯は最大でありわずかに前に、 伸びている。そして、下あごばは、さらに強く、前に伸びている。長く、キャシャな前足はすべてにおいて、他の多くの鳥類系恐竜に似ている。第一子は、最も短く、第三子が、最も長い。他の基地の恐竜と異なり、両、手首から突き出た、長さ約13センチの突起物を持つ。研究チームは、コウモリやムササビなど、現代の空飛ぶ。 哺乳類に見られるものに似ていることに着目した。これは飛行にとって最終的に極めて重要になる構造であることに気がついたと女子は話す。研究チームは骨と共に保存されていた膜性組織の痕跡も発見している。唯一知られている一の標本は濃い羽毛に覆われた様子を保存していた。ペンナラプトラの派生的な重脚類としては異常にも その羽毛は、刷毛のように非常に単純な構造であり、細長いフィラメントの束で覆われた長い右軸のような規定を持つ。これらの構造は、すべてかなり硬いものであった。その羽毛は、体の大部分を覆っており、興奮の先端近くから発生している。頭と首の羽毛は長く、厚手のコートの様相である。胴体の羽毛も長く、より濃い。最長の羽毛は、 約6センチメートルあり、上腕と蛍骨の後ろに見られる。中足部も羽毛に覆われている。シワの多い皮膚の小さな膜も種子の骨の間に保存され、他のすべての基地の恐竜とは異なり、羽ではなく皮膜が形成されていたことを示している。膜は短い指、細長い大三指、針型の手首の骨の間に伸び、おそらく胴体につながっていたが、翼膜の内側は、 基地の化石では保存されていなかった。このことはこの動物が現代のコウモリに似た姿をしていたことを示唆し、修練進化の一例となっている。しかしながら、コウモリにおいて翼幕は指の間にしか伸びておらず、針型の手首の骨は存在しない。骨化した針型の骨はムササビのような原生の滑空動物に見られる。エオミスクエルティヘーマスカーサイという古代の大型の 滑空下種類においては、軟骨質の針型の手首の骨が存在する。電子顕微鏡により、化石の12箇所に、色素細胞であるメラノソームが確認された。9つの羽毛のすべての箇所が、ユーメラノソームを示し、これは黒色を生じさせたと思われる。頭の羽においても、フェオメラノソームが存在し、より、黄色味を帯びた色調を呈したと思われる。膜上では、 一つの観察のみが陽性結果を示し、フェオメラノソームと同定された。硬体部の羽のユーメラノソームは非常に大きかった。ホロタイプのキャストイの最初にして唯一の標本は農家のワンジャンロンワンジャンロンによって木村の採石場でなされた。ワンは2007年に山東天宇博物館にその化石を売却した。 その時から、博物館の義手伝シャオチン・リングシャオチンは化石の補修に取り掛かった。購入前に、アマチュアの化石バイヤーではなく、事前に、博物館のスタッフが、標本の独特の特徴や、難組織の多くを明らかにしたので、それを研究した科学者は、標本が本物であり、デ造されていないと、確信していた。標本は、CAT スキャンによって分析された。 一の記載論文は2015年4月29日にネイチャーに寄稿された。俗名は中国語の翼、種商名は木を意味し、その組み合わせで奇妙な翼という意味の学名である。なお、E はすべての恐竜の中で最も短い2文字の俗名で、E1 位はまた国際動物命名規約の第11.81項と、 第11.9、一行の下で可能な限りの最も短い学名でもある。いは、住脚類マニラプトル類のスカンソリオプテリクス類に含まれる。系統解析では、エピデンドロサウルスやエピデクシプテリクスなどの他の基地のスカンソリオプテリクス類との正確な関係を解析することはできなかった。スカンソリオプテリクス類は原鳥類の最も基盤的なクレードとして分析された。 戦史時代の鳥類としては未知の種類の翼を持っている。他の現状類の恐竜とは異なり、彼らは鳥の起源に近い飛行を持つ多くの独立した進化的実験の一つであったかもしれないと言われている。鳥の羽を膜の羽に置き換えたように思われる。意の膜状の翼は恐竜の中でもユニークであり、解釈が難しい。 腕が基本的に翼としての機能を持っていたということは、講師及びその最大圧よりも長いことによってすでに示唆されている。また、飛行状態以外の平行期間であるという説明は考えづらい。滑空する動物にしか見られない膜に指示を加える長い針状の骨の存在は滑空飛行に特化したことを示唆している。何らかの羽ばたき運動が行われた可能性はある。 ものの、大胸筋付着部が小さく、飛行動物特有の形質が見られないため、滑空の専門家だった可能性が高い。唯一知られている標本の記載を行った研究者は、その飛行様式が不確実であると判断すべきであると、結論つけるのがせいぜいだった。米カリフォルニア大学の生物学者、ケビン・パディアンは、 ネイチャー誌に掲載された論文の解説記事の中で、しっかりと飛行するには、全身に必要な渦気流を発生させることのできる、羽ばたき運動をする能力がなければならないと指摘した。同氏は、胃がこの能力を持っていたことを示唆する証拠はこれまでのところ、何一つ提示されていないとして、この恐竜が羽ばたきをしていた可能性は、保留にすることができると示唆した。滑空していたかどうかについても、 胃の体の後部に関してほぼ何もわかっておらず、重心を知ることができない状況を考えると、まだ結論は下せないとしながら、あたかも飛行に使われていたかのように見える奇妙な対抗づくりを持っているが、これ以外はそうした傾向を何も示していない。真相は謎に包まれたままだと記している。ありがとうございます。